Welcome to Mari and Taka Happy Life。はい、おはようございます。マガンダウマガウェルカムトゥマリアンタカハッピーライフ。はい、今日はね、7月29日の今朝です。これからね、マリちゃんを、最寄りの駅まで送って、戻ってきます。で、その後、子供たちを、学校まで送って、それから仕事に行くっていう一日の流れで、お昼に子供たちをまた迎えに、仕事を抜けてね、迎えに行ってからまた仕事に戻るという、まあ私の今流れです。で、マリちゃんは、今週はちょっとね、2日ほど、前のね、例の会社で、仕事入ってまして、今日は一応出勤日になっておりますが、フルでやっぱり仕事しないとちょっと生活厳しいので、今ねフルの仕事を、探している最中になります。です。はい、そんなわけで、ちょっとね、子供たちがね、日本に、マリちゃんと戻ってきてから、もうすぐ1ヶ月経つわけですけれども、ちょっといろいろと流れがありました。まあ3つほどですね。1つは、今週ですね、火水木金土と NPO 法人の、学校、まあね、安価な学校で日本語を外国人の子供に教えるっていうのを夏休みやってるんで、それに子供たちが、毎日参加してます。特に、昨日はちょっと遠足っていう形で、近くのね、博物館ミュージアムに、マリちゃんも含めて3人で子供たちと行ってきました。まああと他の生徒さんもねっていう流れです。で、今日は実はね、7年間お世話になった、クロちゃんね、を、売却する予定です。っていうのは、まあね、今まであのビッグカメラの時に、どうもね、仕事をね、車故障したりして開けられないので、一応僕は家で使ってる車も黒ナンバーの貨物仕様、仕事メインの車も黒ナンバー貨物仕様で、2台営業ナンバーで乗ってました。ただ、それが、まあね、故障する、ちょっと僕かなり神経質にメインテナンスをしてるもんですから、故障するってことはほぼほぼ、まあ事前に防げている状態。なので、営業ナンバーをまあ2台持っているのは経費がかかるんで、どうかなということ。まああと、クロちゃんの方はターボなんで、長距離だといいんですけど、高速とかね、今のまあ地場の仕事だと燃費が悪いんですよ。でガソリンも今高騰してるんで、まあちょっとクロちゃんの方を売却して、シロちゃんをもう仕事専用、それで、クロちゃんがまだね現行型の、エブリなため、値段がね査定が結構つくんですね。なので、売却と。でクロちゃんを売って、まあ、クロちゃん一応10月車検もあるんですね。なので、クロちゃんを売って、実は、使用の車、家の車、ファミリーカーの方をちょっとかなり古い車になるんですけども、入れ替えます。まあ追い金とかは一切発生しなくて、車検2年付きで車が来るんで、まあ、クロちゃんでかかる車検代も、なんとかかからないで済むっていう形で2年付き車検が来る。それとあとは理由としてはもう一つあります。軽自動車なんでね、クロちゃんだとね4人しか乗れないんですよ。で子供たち乗せて出かけた時に、ちょっと知り合いも乗せなきゃいけないって言った時に乗れないんですね。で、すいません、隣の駅まで電車で行ってもらえますかっていうことになってしまうので、やっぱりちょっと小型でもいいので、普通車、子供たち入れた4人プラスアルファが乗れる車で安い車、ちょっと古い車になっちゃったんですけども、
そちらの方を、購入という形で、一応すごく古くてすごい小さいセブンシーターが、来月納車されます。それで、この現行型の新しいエブリちゃんは金額がつくうちに売却してしまう。で、営業ナンバーの車が1台になるので経費が、少し抑えられるということになりますっていう流れで、一応ね、車の入れ替えがあります。7年間クロちゃんありがとうございました。はい、それから子供たちは今学校に行ってます。とあと今週の、ライブもそうなんですけども、フィリピーナとどうしたら出会えるのかね。一つはお店で出会う、二つは、紹介、三つは、レイケサイトね、あるんですけども、もう一つあるんですよ出会いがっていうことで、その動画もちょっと来週出そうと思ってますんで、ぜひね、マリアンタカハッピーライブライフ、両方とも、ぜひね皆さん支援の方ね、視聴の方よろしくお願いいたします。はい、子供たちをね学校にこれから連れて行きます。でね、9時半から11時半まで、日本語の勉強をしてきます。はい、で終わったらね、学校を下ろしたら、このクロちゃんエブリを車屋さんに売却に行きます。でね、ちょっといろいろ雑用してから、また迎えに行って11時半、その後私仕事に行きます。はい、今日はそんな流れです。はい、お疲れ様です。はい、ちょっと午後ね、もう夕方4時半になってきました。これからちょっとね夜の忙しい時間帯に、出前館の方になるんですけれども、その前に、動画の方を、今日の動画の方を終わらせたいと思います。終盤なんですけども、一応ね今ね、出会い系サイトでフィリピーナと知り合うっていう話題が、結構ね、YouTube 上でいろんな YouTuber さんが、話されてますね。そんな中で、出会い系サイト、をメインにして、まあもちろんお店とかね、紹介も含めてですけども、どんな感じなのかね、実際にはね、出会い系サイトでも女の子とね遊びたいっていう人もいれば、ちゃんと結婚して家庭を持ちたいっていう方もいると思うんですよ。でまあマリタカ的には、結婚して家庭を真面目に持ちたいっていう方に関して、まあ僕とか、うちのね、出演の方たちは、真剣に、思ってるので、そちらに関して、ちょっとお答えできればいいなと思ってます。なかなかねちょっと遊びに関してっていうと、まあちょっと他のチャンネルもいろいろあると思うんですけども、真剣に、お付き合いして、結婚したい方、どうしたら騙されないのか、どうしたらいいお付き合いができるのか、まあね、そんなことをねちょっと掘り下げて、今週の、ライブ、日曜日のね、夜、9時半、ちょっとやっていきたいと思います。はい、最後までね見ていただいて、ありがとうございますね。よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。またね、まあ、クエスチョン、質問とか、そういったものもコメントでお願いいたします。答えられる範囲で、まあ、皆さんで、答えていきたいなと思ってます。はい、ということです。ではね、動画の方は終わりにしたいと思います。せーの、バイバイポー、バイバイポー。